ちは。本日はようこそお越しくださいました。東京都の歌トカの演奏で始まりました水曜コンサート、お昼のひととき警視庁音楽隊の吹奏楽でお楽しみください。第1112回水曜コンサート、主催は東京都公益財団法人東京都歴史文化財団毎日新聞社でお送りいたします。司会は私フリーキャスターの高尾千里と申します。どうぞよろしくお願いいたします。3年って短いようで長くて、これからフラフロフルメイクの隊員の中で、水曜コンサートを振ったことあるの1人しかいないんです。3年の間で卒業してしまって、1人以外は初舞台です、水曜コンサート。それで音楽隊の中でも、定年を迎えた隊員もいますし、音楽隊員の中にも水曜コンサート初めてやる隊員が何人かいます。で私も実は今年の4月で、着任してから5年目なんですけど、丸4年の中で3年間やってないんですから、来た年の1年間だけ水曜コンサートをやって、このコロナという問題で水曜コンサートがなくなってしまった。でこの間にいろいろな常識が変わっていったり考え方が変わっていったと思うんですけども、音楽を楽しむということは変わりませんので、皆さん暑いですけども音楽を楽しんでってください。これで熱中症にはならないように、コロナにならないようにマスクして熱中症で救急車呼んじゃ困りますので、皆さんそういうことないように、今日は楽しんでいってください。今日はよろしくお願いします。ありがとうございました。それではお待たせいたしました、1曲目のご紹介です。オントレスパレードマーチ、もう一回いきます。オントレスパレードマーチをお送りいたします。アメリカ出身のチェンバーズにより作曲されました。曲名のドレスとは衣装とか正装を意味します。そしてドレスパレードは兵士が制服を着て行進をするという意味です。制服を着て演奏する警視庁音楽隊にぴったりの曲でオープニングを飾っていただきます。メックの華やかなフラッグエンディングも注目です。それではお願いいたします。
また戻ってこられたんだなと音楽隊やまたお客様の様子をしみじみと舞台袖から見ておりました。次の曲はくるみ割り人形より花のワルツです。くるみ割り人形はロシアを代表する作曲家チャイコフスキーの三大バレエの一つで、クリスマスイブがバレエの舞台になっていることから毎年クリスマスシーズンに演奏されることが多いです。花のワルツはくるみ割り人形の劇中曲の花であり、最も有名かもしれません。おとぎの国にたどり着いた主人公クララを住人たちが歓迎し、ワルツを踊るシーンで流れる曲です。また花のワルツは映画やテレビ番組の BGM、CM、フィギュアスケートなどバレエや演奏会に限らず幅広く使われています。美しいメロディーにワクワクする本当に素敵なワルツです。それではお願いいたします。Thank you.
とうございました。次の曲をお聴きいただく前に、交通総務課交通安全教育係女性白バイ隊クイーンスターズの吉野さんより自転車のヘルメット着用についてのお知らせがございます。それではお願いいたします。水曜コンサートをお聞きいただいている皆様、こんにちは。私は警視庁交通総務課交通安全教育係吉野と申します。本日はよろしくお願いいたします。本日は警視庁から交通安全についてお知らせです。皆様、4月1日から自転車のルールが一つ大きく変わったことをご存知でしょうか。道路交通法の改正により、自転車に乗る際は子どもだけでなく大人の方もヘルメットの着用が努力義務化されました。警視庁の警察官も自転車に乗るときにはヘルメットを着用していますので、ぜひ注目してみてください。ではなぜ子どもだけでなく大人の方もヘルメットの着用が必要なのでしょうか。実は東京都内で自転車を運転していて交通事故で亡くなられた方の約 70% が頭の怪我が原因となっております。またヘルメットを着用していなかった場合の致死率は着用している場合の約 2.3 倍も高くなっております。ヘルメットをすでにお持ちの方は必ず着用していただき、またヘルメットをお持ちでない方はご購入の検討をお願いいたします。万が一の際に皆さんご自身やご家族の命を守るため、皆様ヘルメットをかぶりましょう。また東京都内では自転車の交通事故が増加傾向にあり、事故全体の約半数が自転車の関係する事故となっております。皆様のお手元にあるプログラム2面に自転車安全利用補足というものが載っております。1つ目は、車道は左側を走る、歩道では歩行者を優先する。2つ目、交差点では一時停止と信号を守って安全確認をする。3つ目、夜間はライトを点灯する。4つ目、飲酒運転はしない。そして5つ目はヘルメットをかぶるです。こうした運転を心がけていただければ、自転車を運転していて交通事故を起こしたり交通事故に遭ってしまうリスクを減らすことができます。一人一人が交通ルールやマナーを守って安全運転を心がけてください。以上、警視庁からのお知らせでした。引き続き素敵な演奏をお楽しみください。吉野さん、どうもありがとうございました。自転車のお話が出たところで、次はサイクリングポルカをお聴きいただきます。1963年の全日本吹奏楽コンクールの課題曲朝のステップなどを作曲した小川原久夫により作曲されました。サイクリングポルカは暖かい日にのんびり自転車に乗っている様子をポルカ風に作曲された作品です。ポルカとはチェコ発祥の舞曲で、速いテンポで弾んだようなリズムが特徴で、チャイコフスキーやドボルザークなどさまざまな作曲家がポルカをモチーフにして作曲しております。今日の日にぴったりな曲でございます。それではよろしくお願いいたします。
様子を演じていただきました。サービス精神旺盛で客席の中まで入っていらっしゃったんですけども、終始真顔だったのが私面白くて面白くて目があっても何にも表情変えてくれないし面白かったです。さあ次の曲をご紹介いたしましょう。行進曲ウェンズデートです。昭和54年10月24日に開催された水曜コンサート30周年記念コンサートのために、警視庁音楽隊第4代隊長である斉藤貴信によって作曲されました。曲名は水曜コンサートの行われる水曜日ウェンズデーとデートを掛け合わせた造語で、水曜日のお約束という意味合いを込めて付けられたと言われております。トランペットの明るく華やかなファンファーレや気品のあるヨーロッパを感じる美しい旋律など聴きどころ満載の行進曲です。初めての水曜コンサートは昭和24年の6月でした。今年はそれから73年経って74年目なんですということですね。これからも皆様の憩いとなるコンサートが続きますよう願っております。それではお願いいたします。
さあ次は先生桜急行に乗るです。日本の吹奏楽指導に尽力されている秋山俊夫さんの米寿を記念して大宮市民吹奏楽団の移植によりアメリカ出身の指揮者兼吹奏楽作品を中心とする作曲家のスミスにより作曲されました。タイトルの先生とはこの秋山さんのことだそうです。秋山さんの故郷である大宮には桜の名所がたくさんあり、また大の鉄道ファンだったということから桜と電車を、合わせたこのテーマに作曲されました。 SLT51 の蒸気エンジンで出発した音楽の旅は大宮の駅から始まり、桜が咲く美しい田園地帯を引き継ぎます。そんな情景を思い浮かべながらお楽しみください。Thank you.
ありがとうございました。